はい皆さんこんばんこばはピアノあのえっとです、ね、さっきめっちゃ急いで継承してまああんまり継承した人も変わんないんじゃんってあのなんかツッコミも聞こえてきそうですけどまあ一応50過ぎてるんであんまりあのすっぴんで出るのは申し訳ないかな一応ねえあの。 まあ,あのー、見てくださる人もいるし、まあ、もしかしたらこれ YouTube に上げちゃったりするとまたねって思ってですね <laughs> 本当にこのためだけにまあお化粧あのしたんですけどまああの、まあ、お化粧といえばあのフラメンコやってるんでフラメンコのお化粧ってめっちゃすごいんですよ。あのもうななんんていううのなんかこう つけまつげもこうボールペンが乗っかるかなぐらいが <laughs> バチってしたので濃淡もねしっかりこうつけちゃうしあのあの間近で見るとも,うほの,ものすごいこう何て言うの際が分かっちゃうんだけどでも遠目で見るとあのくっきりとさあのメリハリがあるお顔になるから、まあ、そう思うとなんかこう日々の化粧って。 効果あるのかな,なんてちょっと思ったりし,あのしちゃうんだけど自分はあんまりあのメイク上手じゃないからまあただあの一度ですね表参道の匠潤さんっていうメイクアップスタジオがあるんだけどあそこでメイクしてもらった時はめっっっちゃやっぱすすごいと思ったんですよなんていうかなそんなに一生懸命塗らないんだけど。 このぐらいと思ってああのそんなに塗ってないなと思うんだけどやっぱ出来上がりや,やばくってやっぱりあのそうなりたいなと思った、あのー、薄化粧でもやっぱこうなんかこう美しく見えるメイクもうちょっと研究したいよって感じだけどまあまあまあ全然今のはダメダメなんですけどまあ一応一応ですねあの出るのでね。<laughs> そのうちまたこうなんかあこう人形があの今日は出れませんとかっていう時もあるかもしれないんですけど今日はまあ一日ですねおうち仕事だったんですよ。あの午前中はですねまたあのホームキーパーの方が来てくれてで今日たまたま上の子も下の子もあの学校の関係でお休みだったもんでもう今日あの2人の息子の部屋お願いしますなんて言ってあの急遽ですねちょっといつもと違ういつもはこあの一応。 毎回あのテーマがあるわけですよ「今日ここやりましょうここやりましょう」って言うんだけど急遽あのお二人やってください私の後でいいからなんて感じでやったんですけどまた随所にですねあのホームキーパーさんならではのですねテクニックがキラキラと光ってですねちょっと後でどっか写真出しておきますよ。あの今日もこういらざる家具をいくつかしてましてですねいらざる家具家具とううのはなんかこう 三段の引き出しみたいになるじゃない。プラケースみたいなの。ああいうのもあの昔は便利だと思って安いし便利だと思って買ったんだけど、やっぱり彼女からしてみると、あの機能性が悪いと機能性なんですよね。でこう、この使い勝手にはこういう機能性のある家具がやっぱり。 っていうんでその見た目じゃなくて機能性にこだわって今すごい家具を選んでもらってるんでもうどんどんあの昔の家具は捨ててまあでもちょうどいい頃ですよねあいい頃なんですよねうちはあの家建ててあのもう20年ちょっとになるんで、えー、あの買い替えには別にその新しい家具だと買い替えるのちょっとさあれだけどまあ、古いものなんでね別に全然買い替えてもいいなっていうと思い切って今家具もどんどん変えているんですけども。 やっぱり使い勝手とか何ていうかその使い道まで考えていろんなこと用意するのって大事だしこれっていろんなとこ経営とかねピアノ指導なんかでもやっぱりその目先の利益とか目先の何かよりもこう少し長い目線でね見るのってすごい大事だなと思ってすごいこうしみじみとですねああこうやって考えるんだなと思ってあの、監視してたわけなんですよ。 で今日はですねそのほかにもいろいろお仕事があってお仕事はうんなんか準備をしてるんです今いろんなことの。大体書き仕事なんですけどねって笑っちゃうんだけどやっぱりあの自分の私は割と自分のことなんていうかなあの私自己肯定感高めなんで。 あの嫌味に聞こえたら申し訳ないんですけど自己肯定感高めに自分をこう今成長させてるんで割とそうなんですよあの何て言うかなこ,これになっちゃいけないと思ってるんだけど客観的にあのー、こう高火にならないように難しいんだけどね自己肯定感上げようと思ってる私自分のこと結構できる子ちゃんだと思ってるんですよ。でででももきる子ちゃん,なんだけど これは自,分自分の中で消化してるあの言葉なんでねちょ嫌味に聞こえたらごめんなさい自分は自分はできる子ちゃんだと思ってるんだけどただ自分はやっぱり初めてのものもには弱いんですよ新しいことさ,させられるとちょっと弱いんですね。で1回その新しいことは意外と自分の中でも失敗するし時間かかるし何度も直したりして自分では全然その部分ではできる。 子ちゃゃんんじゃないんですよあ。もうすごい私ダメダメダメってまあダメダメとは思わないけどあのいい意味でねあのここは自分の中でその強みじゃないなと新しいことはパッとあのできるのはあんまりないんですよ。なんだけど一回やったものをもう一回もう一回あ,あの同じ出来事をもう一回やりましょうねって時をものすごいこう強みを発揮するんです。一度やって お一度大体やって全体像が分かってることにはすごい強いんですよ。でちゃんと自分でも何ていうのこうあのここはこうあ前ああだったから前ああだったからこうしてとか前あそこでちょっと良くなかったからここで書いてとかっていう風にあに初めてのものには弱いんだけど結構2回目以上のものは強いんですよね。であのなんて初めてのものはよく言ってるんです。すいませんん初めてなんで うまくできないと思いますと、時間かかると思いますと、えっ、ー、と初めてなんで、えー、何かこう落ち度があるかもしれませんけど、すみませんと先に謝っとくんですよ。で今回もそういうのがあってやっぱりあのー、出すんだけど返ってきちゃうんですよ。ここがうまくやってきてないですとかここちょっと違いますと、でもそれをものすごい何回もやりとりしてて。 ちょっと自分の中で自分自身にイラッときて「あったくもーみたいなっていうこうちょっとイラッとしてたんですけど今日出したら花丸がもらえてですね「完璧です」と言われてですね「よーし!」みたいな「よっしゃ!」みたいな,なんかそうなるとこう自分をうまく動かせるあのできる子ちゃんになれるんですよ。こっからできる子ちゃんになるんだけどその前はダメダメなんですよね。なななんんかあの面白いなと思ってなんで あの何が言いたいかっていうと皆さん自分がどういうどういうなんていうの資質というかを皆さんが見極めておくとあの周りにそうに言っとけばいいじゃん。ね私こうなんだけどこうなるとこううまくいくんですとかあの初めてのものには強いんだけど逆も言いますよね初めてのものには強いんだけどこう同じことを継続してやるとこうだんだんこうあのなんていうのあの だらけゃちゃったたりりとか雑になっっっちゃすするんですよねって人もいると思うしえー、っとスローペースなんだけどある瞬間ガーっていきますとかね逆に初めパーンっていくけどあとちょっとあの中だるみもあるんですみたいなのをなんか自分の素,素質っていうのか資質っていうのかが分かってるとすごく楽ですよね周りにも。先手でこう言えるからあのー そうそうそう私初めての思いは弱いんですよ。一回やってますとだいたい自分の中でざっくり大枠が分かるとあの動けるんですよね割とね。そうそうそう。なので今日よし鼻割りやと思ってですね <laughs> あの思ったわけなんですよね。で、まあ、生徒さんもそうだと思うよ。私自分で自分でよく自分のレッスンを振り返って昔なんですけど。 先生に練習してきたものを先生に直されるのは OK なんですけど練習してきてない以外のことで先生に急にそれやってごらんって言われると途端にできなくなっちゃうんですよ。で自分の頭の中でいつも「今じゃ,今じゃない」みたいな「先生あともう1週間ちょうだい」みたいな「今できないです」みとできないです」と。だけど1週間いただければあの自分なりにちょっとこういろいろやってみてできるようになるから。 まあまあ別にそのなんつうのできないはいいんだけど怒んないでよってあうちの先生怖かったの、ね、よ怒んないでよって思ったそのこれやってごらんって言ってできないことに対してすごい怒られたんですけどいやいや先生それは勘弁勘弁みたいな練習もしてないのいきなりできませんぜみたいな自分の中でこう言葉が降りてきたのをまあ飲み込んでですねちっちゃかったからねとても言い返せるような先生じゃなかったから,だからそういうのあると思うんですよね。 なのでうんまあ指導者がそういうのを分かってあげれると生徒さんもしかしたらあの嬉しいかもね。私はすごく自分の中でパンとできる子もいればやっぱ苦戦してる子もいるんですよね。でその子にはあのすごい待ってあげる待ってあげられるんですよ。いやいや今じゃなく言う,う言うけどやってもらうけど言うけどやってもらうけどできるは今の習慣じゃなくてもいいよって結構あの言うつもりで関わってるのであのまあ 昔の自分を思いなつらかったからさすぐやれすぐできるようになれって言われてそれは無理無理みたいな <laughs> そ,うそ,うそ,う、まあ、そんなのもありました。でもう一つは今日はあの大きなお題がまた出ててまた別な課題が出ててあのすごい50何本ぐらいの宿題が出たんですよ質問集が。それを書くのが実はめっちゃ私こういうの好きでもう書きたくて書きたくてしょうがなくてでもほら 優先順位は高い物事があるからあのそれを先にやってたんだけどもうあれなんか気になななってしょうがいいみたいな結局ねどういうことかっていうとあもうこれコーチングの話なんですけどっってね質問されると答えたくなっちゃうんですよだからざっとその質問紙をバーって見てあこの質問すぐ書けるなとかあこの質問ちょっと考えなきゃダメだなってこうみ見てるんだけどこうなんかこう質問されると答えたくなるっていうのがさ 皆さんん実はあるんですよ脳がそういう仕組みになってるからそのがあってなんかもうなんかこうちゃんとは読んでないんだけどなんかもう質問をいっぱいされてるのに早く答えたいよみたいのがあってもうずっとですねあのその時間を取るために他の仕事をちゃっちゃと終わらせようと思ってああの質問にこう向かい合いたいみたいなねあの何 <laughs> ですかねあのコーチングを受けてるとこう質問 いいっぱいされるんですよ私はコーチングの先生だけど同時進行でコーチングも散々受けてきたので2004年からだから14年以上受けてきたんですよ、ね、だからその質問あのコ,ーチコーチングって質問がベースだからその質問されるコミュニケーションに慣れてるし質問されることにも自分の体がもう慣れきってて質問に答えることもすごい心地いいんですよ。だかからなんか 質問来るとおーみたいなこうなんかこうそわそわしちゃうんですあ質問質問はい答えたいみたいなあのー、もし皆さんの中で質問そういった質問されて答えることが苦手な方はこれは単にですね習慣です本当は質問されて答えるんとは自分で考えるし,し人間はねほらかん考える足だからさ 考えることってすごいやっぱり一番得意な分野なわけよだから本当は質問っていうのは考えるからもう考えることがあのー、楽しいんだよね本当はねだからもし皆さんが今こ質問されて答えることがちょっと苦手っていう方は単純に質問癖が習慣化されてないだけだからあーのー。 質質問問してもらえる質問い,い,いい質問をねしてる人のそばにいるといいかもねああのまあ、コーチにちょっとコーチング受けるとかねあのいいと思いますよめっちゃ気持ちいいからあのなんですかねでたまにポン,ポン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 出て,る出てくるのもこうもんとのようにねこう質問してポンって出るそれもすごく楽しいしうわーどんどん出てくるみたいなもうパーンって出てくるんですよ瞬間パーンって。でも 中にははこれはちょっっと待ってみたいなあのすぐ出てこないわってそれもまた面白いの、ね、よ。自分でちょっとこの質問は今すぐ答えられないわってちょっとあの自分の中でインターバル置くかみたいなでそういうのも他のことなんか私なんかよくドライブするといい案が出てくるのでドライブに行くんだけどでドライブ行きながらドライブ行ってて他のこと考えてても脳はねちゃんとねその質問の答えをね 出そうっていう風に何つのあのほらコンピューターみたいなようにあのずっと頭を回ってるのよねだから質問されるとものすごい頭良くなるのよ頭がいつも活性化するからあのドライブしながら他のこ,こ,こと考えてもぜずっと脳にはあの質問が入ってて答えを脳はあの導き出そうと一生懸命考えてるのねだからすごくいいんですよだからもう質問大好きって感じだったけど。 <laughs> あのなんでぜひですねあのご自身にもされたらいいし生徒さんにもお子さんにもいっぱいしたらいいですよ質問初めは答えやすい質問からでちょっと中ぐらいの質問や少し重たい質問もこうあの何ですかこうミックスしながらねやるといいと思うのでぜひ、まあ、ですね質問してほしい人はじゃあ星田よくに言ってくださいなんか質問してあげるから <laughs>、えー、というわけで,ですね、えー、またまたあの、えー この話もできたらと思いますでは皆さんバイバーイ